エルヴィンバルトのレディーフ・エルヴィンバルトはドイツの造園家。20世紀初頭に活躍。ベルリンを中心にドイツの公園行政を主導する立場にあった。1912年以来、後にベルリン市と合併するシャルロッテンブルク市の造園局長。1925年から合併後の大ベルリン市の造園局長として手腕を振るう。また、個人庭園も手掛け。 それらの作品は有限とシュティールでのものが多くを占める。北ドイツのリューベック生まれ、リューベックのギムナジウム、カタリネウム校に6歳から16歳まで通う。父親が教師をしていた学校であったが、自分が幼い時に父は高い。同校の卒業生には、ハインリヒマン、トーマスマン、テオドール・シュトルムなど文豪が多くいる。学校を出た後、町の会社に、 ガーデナーとして入社。1988年からは、ポツダムの野生公園にある、プロイセン王立造園市養成学校に入学。2年間在籍する。1902年、ハノーファー市造園課長、ユリウ・ストリップの下で4ヶ月実務に就く。1903年から1年間兵役。1904年、デュッセルドルフのリチャード・ハーマン設計事務所、その後1九百八年まで。 ケルンフィン県設計事務所で、設計業務20事。ブランデンブルク別荘住宅開発計画に携わる。その間1906年、ダーレムに移転した母校の養成学校のガルテンマイスター試験に好成績で合格する。1908年には、故郷リューベック市の都市造園館に迎えられる。1912年には、シャルロッテンブルク市公園局長に就任。同市では、 グスタフ・アドルフ広場、ザクセン広場、ゴスラー広場など、道路網の結節点に位置する広場の設計に従事。特に1921年のフリードリヒカール、広場改造案は、風コ国ホに都市デザインが模範として紹介される。1920年に、シャルロッテンブルク氏は、ベルリン氏と合併。自身は合併後の大ベルリン氏の局長に1926年に就任。 この時期は、レーベルゲ、ビルマースドルフ、マリーエンドルフの各民衆公園設計の総括担当。1921年からは、養成学校から大学となった母校ベルリン農科大学の講師を務め、1927年に教授、1929年には、造園講座制教授主任を務めている。この時期、造園教育について、 ドレスデン造園学校のヘック教授と論争を展開、造園学を工科大学での教育と造園し、植物学と園芸材料学、図学を科目教育とすることに対し、造園学を芸術大学での教育と設計、製図の時間増量と絵画彫刻等の実習や、造園作品の実地見学をベースに、また造園種ではなく芸術史全般の教育を行うべしという見解を示している。 第一次世界大戦中に負傷して長く目を患らうが、1930年頃から病状が悪化、結局1933年に自ら命を絶つ。ナチスが台頭し、友人や同僚らが迫害を受けるのを自身が亡くなるまで弁護し続けたという、ありがとうございます。